こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。フッ化水素に続きフォトレジストの国産化を大々的に宣言したあちらの国ですが、どうやらそのからくりが分かりました。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。米国デュポン社が韓国にフォトレジスト観光液生産ラインを建設する。日本が輸出を規制した半導体の革新素材を国内で直接調達することが可能になり、小、部、総、素材、部品、装備自立に一歩近づいた。7日、関連業界などによると、最近デュポンは今年韓国についた数千万ドル規模の増額投資を決定した。テンヤスにフォトレジストなど半導体素材生産工場を増設する内容だ。デュポンは1977年韓国法人を設立し、チョンアン・トールさんなどで工場を運営してきたが、フォトレジストの生産ラインを整えるのは今回が初めてだ。デュポンが投資するフォトレジストは半導体の超微細工程の革新素材だ。半導体ウェハーの上に回路を刻む前の露光フォト工程で回路の模様を描くときに必要である。デュポンは新規工場で EUV 極紫外線工程用フォトレジストを生産することになる。この素材は昨年7月、フッ化水素フッ素ポリイミドとともに日本の輸出規制の対象に上がった品目だ。日本は再品目に対する韓国の輸出を包括許可で個別の許可に変更した。フォトレジストは JSR、新越、東京大化工業、TOK など日本企業が世界市場の 90% 以上を占有している。このため輸出規制以後、国内企業は新しい供給先を探してきた。結局日本の輸出規制が今回の投資決定の契機になったのだ。デュポンとしては韓国内の脱日本の動きが新市場参入の機会となった。先月、日本がフォトレジストに対して個別許可から包括許可に戻す方式で輸出規制を緩和したが、デュポンが既存の日本メーカーに代わる新しいプレイヤーとして登場し、半導体供給網には新たな構図が作られる見通しだ。国内産業界には肯定的な効果が期待される。革新素材の日本に依存度を下げ、供給の安全性を高めることができる。キム・ヤンペン産業研究員の専門研究員は、半導体の国産化率は 25% 水準で、特に先端工程での日本依存度が高い状況とし、日本のほか第三国企業を活用することになる場合、供給先の多角化レベルで肯定的と話した。それでは韓国国民の反応です。我々の安保問題も含まれるので、いろいろ嬉しいニュースですね。日本製品は買わないようにしましょう。大韓民国最大の宿敵。日本が韓国の急所をついたと思っていたが、自分は自分がやられた。以前は韓国に有害物質が出る可能性のある工場を建てるのを反対されていた。米国の会社に投資するのはいいかもしれないけど、韓国での環境問題は大丈夫かな？どうでしたか？アメリカ企業が韓国に工場を設立しただけでしたね。それで国産化だなんて堂々としていますね。有害物質漏れがよく起こるので気をつけてくださいね。